平成最後となる、バレンタインジャンボ宝くじが2月22日まで発売されている、1等前後賞合わせて3億円、夢の億万長者を目指し、連日行列ができる売り場もある中、関東に店舗を構えるオーナーが、これまでごられることのなかった、売り場の舞台裏を赤裸々に明かしてくれた。関東地方の商業施設内に併設される宝くじ売り場。広い駐車場が完備され、休日は多くの家族連れで賑わうなど、立地条件としては申し分のない場所だ。この日も売り場は盛況。にもかかわらず、現場を見守るオーナーの口調は重い。当売り場は、昨年の年末ジャンボ宝くじであれば5万枚、1500万円相当ほどさばき、この地域では実績店の一つだと思います。しかし、内情を明かせば、昨年は赤字というか、ここ2年の売り上げは2割ほど右肩下がりで、もう店を閉めたいというのが本音ですね。宝くじ売り場が赤字とはどういうことなのか。事務所に戻り、伝票帳を見ながらオーナーが続ける。例えば、年末ジャンボ宝くじの仕入れ値を見ると、1枚が約280円でした。1枚売って20円弱の利益ということです。1年間で最も売れる年末ジャンボでさえ、1ヶ月に5万枚売って100万円ほどです。その伝票帳をパラパラとめくり、仕入れ値に目を向けると、1枚200円券で約182円、100円券は約90円と記されていた。実は昨年、この厳しい現状を、みずほ銀行の担当者に相談したんです。黒字の売り場は、どんなことをしているんですか、ってね。すると、今、全国の売り場の大半が赤字なんですよね、と。愕然としましたよ。思わず、大半って、9割近くですか、と確認したほどです。売り場の状況は、予想以上に悪化しているようですね。しかも、宝くじの種類や枚数、村実害やバラの比率などは、みずほ銀行の担当者任せだという。前回と同じぐらいでいいですかね?と聞かれ、そうですねという感じです。昨年の年末ジャンボの内訳は、口が6000枚、耳が1万枚、残り3万4000枚がジャンボ。もし完売すれば1000枚単位で追加注文となるのですが、昨年は数百枚ほど売れ残りました。連番とバラの比率もお任せで、1束、1000枚単位ごとに、村地番、バラと書かれている。3対7ぐらいの割合で、バラの方が多かった。また、昨年の年末ジャンボ宝くじでは、新しい買い方として、福バラ100や、福連100などが加わり注目を集めたが、現場の反応は冷ややかだった。どちらも購入費は3万円、100枚で、必ず6000円、300円10枚、3000円以上の当選が確定します。なので、実質2万4000円で億万長者の夢を変える、みたいな謳い文句で購買欲をかきたてる売り場もあったみたいですね。2割引きのお買い得セットみたいなイメージでしたが、うちではあまり売れませんでした。最近、3万円分も。